大橋理左衛門は植林家、政治家。開園5年12月25日に、大見国犬上郡に生まれる。1878年に日夏村の古町となり、1881年には、県会議員も務めた。1887年には日夏村から、東海道本線が開通していた、川瀬村、南川瀬の区間に、日夏街道を開通させるなど、 地域の交通面の整備を手がけた。東海道本線車窓から展望した、工人山1872年当時の、日夏村民たちは、生活区のために、工人山の樹木を伐採し売却して、生形を維持していた。乱伐のために、工人山は、わずかな年月の間に、陰山となり治水機能が低下して、土砂崩れが、しばしば発生していた。 このことを懸念した大橋里左衛門は、ハ山になった孔人山を昔の緑豊かな山に戻し、村人を災害から救わなくてはいけない。と考え、村民たちを集めて孔人山に植林しよう。と呼びかけた。そんな金などない。毎日植林作業をしたら生活が成り立たない。と反対する村民もかなりいた。しかし、 リザエモンは村中の家を訪問し、赤松の植林作業の協力を求めていった。工人さんの樹木を伐採しないことや山の巡回役なども当番制で担当することも提案した。年中休まずに山林を巡回し植林するリザエモンの行動に村民たちはだんだんと理解を示し、村中がリザエモンに協力するようになった。リザエモンは 孔人山の植林の他に、嘘川の治水の仕事も行った。このことから日本における木を植えた男と称される人物となった。李左衛門の死去から74年後の1962年に、日夏村は孔人山を緑の山に戻した李左衛門の功績を称えて、嘘川にある天神橋のたもとに石碑を築いた。ありがとうございます。